回し。回しは、相撲競技で用いられる用具。絹で作られ、相撲競技者の用具を覆い、重心部となる腰や腹を固めて、身を守り、さらに力を出すために用いられる。ふんどしの一種。回し、回し、締め込み、相撲ふんどしとも表記され。稽古回しや幕下以下の力士、アマチュア競技者が締める回しは、雲彩木綿、または、 小布と呼ばれる硬い木綿布でできている。これは、転倒時の怪我の防止と体の保護や取り組みでの技をかけることを目としている。回しは相撲にとっては欠かせない用具であるので調整は、念入りに、丁寧な取り扱いを必要とされる。締め込む際は、心身ともに緊張させ、邪念を心を去り、生命、明瞭の心境をもって締め込まなければならない。 着装の際には通常補助者を必要とし、以下の手順で着装するアマチュア用木綿回しの場合。長さは自分のウエストの約7から10倍の長さとされ、4.5メートルから9メートル程度と個人の体型によって異なる。主に白色が多いが、一部では黒色や水色等がアマチュア相撲競技者の間で用いられている。 大相撲における回しの色に関しては口実する。着想時には下に何もつけないことが原則であるが、力士の場合は化粧回しを締める際には下に六尺分度紙を締めていると言われる。回しは確実に締め込まなければならない。ゆるふんは故意に相手を不利に陥れようとする狡猾なる手段として、相撲道に反する最も皆無むべき行為であるとされている。 新品の回しは、糊が効いていて、非常に硬く、稽古を通して発汗する汗を吸い込むことで体に馴染むようになる。回しにつく汗や泥の汚れが、各競技者で違うことで、回しの使用者の特徴が出てくる。このため、相撲道場などで干しかけられた各競技者の回しの中から容易に自分の回しを見分けることができると、言われている。締め込みは、材質の問題から。 洗濯を重ねると生地が下手って回しの持つ体の保護機能を失ってしまうためまた原活着の意味からも回しは基本的に洗濯をしないただし木綿製のものは新品だと型崩れ防止のため洗濯糊で糊付けされている場合があるのでこれを落とすために洗うことがある一度洗って糊を落とすかまたは何も処理せずに使い始めるかに関しては 各競技者の好みの問題でもある。その他、自分の師匠が亡くなった時だけは、例外的に回しを選択することが認められていい。選択しない理由は、特に安価な木綿回しの場合、使用に耐えないほどの汚れの場合には廃棄して、慎重してしまうからという側面もある。選択を実施している相撲教室などもある。なお、選択しないからといって湿ったまま放置して良いわけでは、 なく、使用後は泥を落として、天日干しをすることが推奨される。前袋、立踏んどしになったところの内側、陰部が当たっていたところを、毒用アルコールで正式することもある。アマチュア相撲では原則として、回しの下には何もつけず、素肌に締める。しかし回しの衛生対策は日干しをする程度だけで、原則選択を行わないことから、衛生上の理由で、 相撲用サポーターや六尺ふんどし、または水着を用いて、その上から回しを締める競技者もいる。また、近年では、相撲が海外や女性、新相撲の間でも普及するようになったことから、競技者の一部には、全部の露出を嫌い、スパッツ、ショートパンツやレオタードの上から回しを締める例も、出ている。ワンパク相撲までは、全国で5万人を超える参加者がありながら、 中学生以上になると競技者人口が激減していることからアマチュア相撲を統括する財団法人日本相撲連盟は中学生以上の競技人を増やす措置として競技規則を改正し児童及び生徒は回しの下にコンまたは黒色のアンダーパンツを着用することを原則とすると2007年に競技規則を改正したただし国技館での競技はこの限りではないとして 小中学生の相撲競技では、アンダーパンツの着用を義務付けた。また、工述する相撲パンツ、簡易回しといったものを利用することも容認されている。大相撲では、回しの下には何もつけず、素肌に締めているが、負傷箇所を保護するための包帯やテーピング等をつけることまでは、制限されていない。重量以上の関取りは稽古用の白い回し、泥回し、モメンと、 取り組み用のシュス回し、締め込み取り回し、絹の2種類を使い分ける。幕下以下の力士は、取り回しと稽古回しの区別はなく、本場所でも稽古回しを使用する。大相撲では稽古回しの色は厳密に区別されており、重量以上の力士だけが、白色で幕下以下の力士は、黒色の回しと決められている。上下関係が厳しい番付社会の相撲界で、 力士は初めて白い稽古回しを締めたことで、自分の番付が上るしたことを感じると言われている。なお、普通の稽古回しを締めた力士に混ざって、締め込みで稽古をする力士の映像が存在するがこれは、新重量が決定した力士や締め込みを新調した力士が締め込みになれる目的で行っているものでる。関取の取り回しは、日本相撲協会による規定では今。 紫色系統のものを使用することと定められているが、カラーテレビの普及とともに、色とりどりの回しが先乱れることとなり、実際は白でなければ黙認されており、事実上自由となっている。昭和32年11月場所で、玉の会田三郎が締めた金色の回しが、カラー回しの始まりとされる。昭和33年9月場所、協会規定により関取資格者は、 回しの色を黒か紺に統一することにしたが、その後も、輪島や、光さんなど、個性的な色調の回しで人気を博した関取は、少なくない。北の富士の現役時代には、体に馴染むまで何年もかかるという考えから、取り回しは一人につき一本だけしか持たないのが、普通であり、傷んだらその度に、ミシンで修繕した。かつて幕内力士の取り組みには、 口術の化粧回しが使われていたことが、当時の西絵等の記録に残されているが、前垂れの部分が邪魔になり不便であったことから、現在の締め込みに変わった。その際に外された前垂れの名残として、下がりが取り付けられた。かつては、ただの紐であり、前垂れ同様に回しに固定されていたため、これで指を負傷する力士が多く、この対策として、現在の抜ける下がりになった。 なお現在関取の下がりは不のりで固められている。取り組み中に折れることが多いが、濡らした後まっすぐに戻して干しておけば治る。本数は力士の体格によって変わるが、十七本前後が原則で必ず奇数と決められている。幕下以下の力士も取り組みの際には下がりをつけて土俵に上がるが、こちらは不のりで固められておらず縄の連のようになっている。マクシの場合、 下がりの色は原則自由。下がりが取り組み前に外れると反則負けになるという俗説があるが、そのような事実はない。そもそも下がりは取り組み中の激しい動きによって外れるため、意識的に外さない限り取り組み前に外れることはまずない。そのため実際に取り組み前に下がりが外れた事例はほとんどない。最初の取り組み中に 下がりが外れた後、物言いを経て、取り直しとなった場合は、外れた下がりを付け直すことはなく、下がりなしで取り直している。回しは、相撲の取り組み中において、力士が握り込んで力を出すために使われる。主として、相手力士のそれを掴んで引き寄せつつ、押し込む。あるいは、回しを片手に掴んで投げる。回しは、基本的に固く締めるが、わざと緩めに締めたり、 柔軟な体質のためにすぐ緩んだりして、回しを取った相手の力を十分に出させない戦術を使う者もいる。例、寺志国、大麒麟、若島津、朝日富士、無蔵山、など、ゆるふんと呼ばれ、時に避難の対象となる。ゆるふんの対義をとして、顕著に固く締め込む、片ふんという概念もあり、二代目、若の花、千代の富士、高藤力、琴正菊などが、 その代表である。多くの場合、小兵が回しを切りやすくするための努力として行う。相手の前袋を掴んで、引いたり、横から指を突っ込むことは、禁じ手とされている。五立ふんどしの場合は、行事、審判が注意して、組手を変えさせられる。相撲規則の勝負規定では、回しが緩んで前、ふんどし、前密が外れ落ちる、極部が、炉になった場合と、 反則負けとされている、いわゆる不条負け。一方、回し全部の垂れ、前垂れが砂についたとしても、局部が、炉にならない限り、負けとなることはない。2017年3月26日、大相撲春場所の千秋楽の取り組みで、西山、小野江部屋の緩んだ回しの前が、土俵についたため審判員が、反則負けを通告したが、 後日ご審とみなされ同取り組みの審判員5人が、当時の二所の関審判長より厳重注意処分を受けた。化粧回しは、大相撲の関取が土俵入りの際に締める儀式用の回しである。長さ8メートル、幅68センチメートルの長い博多式の布の先端に豪華な刺繍とバレンのついたエプロンのような木が、前垂れを持つ高価な回しである。 横綱の場合は、本人の分の他に立ち持ち、露原役の力士の分も含めた三つ揃い、いわゆる三点セットである。共産企業や、出身校などのスポンサー、講演会、谷町から送られるものが多い。新弟子が前相撲を終え、新女披露される際にも、化粧回しをつけて土俵に上るが、その際には、部屋の兄弟子や親方から借りて着用している。なお、 前垂れ部分のみで構成され、エプロン状に仕立てられたものが、祭り用や子供用に作られる。歌舞伎や一部の歌舞伎舞踊でも使われ、立て下がりと呼ばれる。現在では関取になれば、すぐに新品の化粧回しが講演者から送られるが、1960年代の頃は関取に定着するまで兄弟子のお下がりを使用することがあった。北の富士の場合は、 兄弟子の里の山の化粧回しをしばらく流用し、元の名前の書いてあるところの刺繍を剥がして自分の名前にして使用していた。化粧回しのバレンの色に紫を使えるのは横綱、大関、元大関及び横綱土俵入りの立ち持ちつ払いを務めるものに限られている。紫以外のバレンの色については特に制限はない。 学校で相撲を履修している場合やアマチュアの選手の場合においては、スパッツやショートパンツの上から締めたり、相撲パンツと呼ばれる用部に横回しと同じくらいの太さのベルトが巻かれたショーパンツで代用することもある。小学生以下用に簡易回しと呼ばれるショートパンツの上から着想する専用のものもある。最近は相撲用サポーターという商品も販売されている。 なお、ショートパンツの上から、回しや、簡易回しを着装する場合には、格闘技であることを考慮して、なるべく体に密着したものを使うことが望ましい。同様にボタンやフックのような、金具類が付いていない方が受賞しづらいと言える。スパッツや、ショートパンツの上から締める場合や、スモーパンツ、簡易回し、サポーターを使用するメリットは、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。